騒乱チームカブトの皆さんです。2018年の結成以来、なりたい自分になっていいを合言葉に活動してきたカブトがついに本祭デビューします。個性豊かなメンバーが持つ好きなこと得意なことを生かし、自由な発想を大切に活動しています。それでは踊っていただきましょう。よさこい騒乱チームカブトの皆さんです。どうぞ。楽器たちの音色が紡ぐ心温まるつながりの物語、観客の皆様を絵本の世界にお連れします。カブト協奏曲心をつなぐ音。なんだか少し様子がおかしいようです。待って、置いていかないで。演奏がうまくいかず自信がなくなってしまったリコーダー、ついにはあれ、僕の音聞こえない。おいおい、どうしたんだよ、音が出ないのかい。トランペットがリコーダーの元に駆け寄ってきました。戻ってきてくれたの？大丈夫、そのうち出た。トランペットはあの前向きな姿で励ましますが、気持ちは嬉しいけど、自分をイメージするんだ。立ち上がる勇気を少しだけもらえた気がするよ。ゆっくり落ち着いてる。私もついていますよ。今度はバイオリンがリコーダーに優しく寄り添います。困った太鼓たちでしたが、目の前の楽器たちに気づき呼びかけ始めました。さあ君も俺たちと一緒にもっともっとリコーダーを励まそう。みんなの応援で心が温まったよ。次こそ綺麗な音を出せる気がする。
気をつけ。レッ